どうもタンタンです。本日はこちら、マハロの MM2、コンサートサイズが入荷いたしました。はい、スロテッドヘッド、そして、ジョイント位置はね、こちら12フレットジョイントの、はい、楽器でございまして、このサイズ感ですね、程度もこう少しこうクラシカルな感じがしてね、あのヴィンテージ感のあるなかなかかっこいい一本なんじゃないかなと思います。はい、サイドバックこんな感じですね。はい、でこの MM シリーズなんですけれども、このバインディングがですね、赤いバインディングが巻かれていて、このサウンドホールが、貝のですね、サウンドホール、ロゼッタがこうあしらわれております。そして何より大事なのが、この MM シリーズは全てオール単板ということで、あの1枚板となっているわけなんですが、まあ、新品の状態だとね、正直鳴りはまだまだそんなにおとなしいのかなというような印象なんですけれども、弾けば弾くほど音が育っていってくれる、その単板の良さがね、この価格帯で、リーズナブルな価格帯で手に入るというところが、まずこの楽器の一番の魅力なんじゃないかなと思います。じゃあちょっと音を聞いてみたいと思います。コードを弾いた時の振動が楽器全体でこう鳴ってくれてるのが非常によくわかりますね。価格帯はね、あの非常にお求めやすいんですけれども、スペックだけを見たら、もっともっと高価格帯のですね、ウクレレにも、引けを取らないようなスペックで、この仕様で、発売となっております。このマハロの MM シリーズですね、札幌店、今回入荷はね、他の機種もいくつかあるんですけれども、非常に、おすすめのモデルとなっております。はい、この辺りからね始められるっていう方もそうで、あのにはもちろんおすすめなんですけれども、今までウクレレやってた方で、例えば合板とか単板って聞いたことあるんだけど、音の違いって正直よくわからないなって思ってらっしゃる方にも、非常にね、あのおすすめの一本ですね。この単板の沼への入り口なんかには非常にいい一本なんじゃないでしょうか。はい、気になっている方はお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。